ヤッホー、ムクレナです。今日は、ちょっと初めての料理動画ではないんですけどちょっと作って食べる感じの動画になります。で、何を作るかっていうと、今話題というか流行ってる、そうね、みんな作ってるチーズドッグを作りたいと思います。でもただのチーズドッグじゃなくて、ちょっと大きめの、もっと大きいのを作りたいっていうことで、なんかできるだけ大きいのを頑張って作ってみようかなって思います。ということで、チーズドッグそんなに作ったことないんですけど、いきなり大きいのを作ってみたいと思いますそれではせーの、ムクレナチー材料がモッツァレラチーズ、モッツァレラが溶けるのでね、かさ増しのためのとろけるナチュラルチーズと卵、ホットケーキミックス、ポークソーセージ、これね結構大きいの、これをねつけたいと思います。じゃあ作っていきます。菜箸でやっていきますいきます。はい、なんかさ、弱いんだけどめっちゃ出てないよ。やばくない？あー、これうまそう。どうしたらいいの？できるかな？いや、あげないで。そんなこと笑ってる。ちょっともう一回やったらもうやばくない？これだってさ、チーズだらけになってる。しょうがないじゃん。だって一回あげてもいいのがないじゃない。チーズが短いのっていいかあげたら甘いじゃん。完成しました。イエーイ。見てください、こちらです。こんな感じになっております。なんかチーズはやってるうちに溢れてきたけど、まあ大丈夫な感じになりました。はい、私はこれちょっとソーセージ乗ってるんだけどなんかもうパクッチョみたいになっちゃって、途中で真ん中で割れちゃって、ね、すごいチーズが出てきたんで、まあ食べます。でもとりあえず味は変わらないんで、でお砂糖とハニーマスタードとケチャップ、ハニーマスタード、せーの、いただきます。なんかチーズがめっちゃ美味しい。ほら見て、割れてきちゃうのよ。でも割と食べれるね。待って、めっちゃチーズ伸ばしたいんだけどな。やばい、美味しい。え、チーズがちょっとどうなってるかをさ見せたいよね。うん、うん、美味しくない？うん。こんな感じで中にもう海かのようにいります。いります。うん。なんか生地も美味しいね。うん。これ多分死ぬわチーズで。うん。もし大きいチーズドッグを作りたいってなった場合は、このままは側面を中心につけた方がいいと思います。多めに。なんか16で多分やられてったよね。あ、そうなんだ。外側が伸びてってた気がする。それだ。意外とそこが盲点でした。以上でーす。ということで、もうゆっくり食べたいので、ゆっくり食べたいので、もうとりあえず大きいのが作れて満足なので、動画は締めたいと思います。はい、ということで今日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。むけなのその他の SNS は概要欄にあるのでチェックお願いします。次回のむけなチェックもお楽しみに。バイバーイ。